これはスズメのカタビラの花ですね。和歌山県ですと、まあ、お正月ぐらいでもですね、花粉を飛ばしている時があるぐらい繁茂する草なんですが、3月ぐらいまで出ることはなくて、4月、5月ぐらいになって出てきていたように思うんですがね。それで、まあ、この辺はちょっと草刈りしたり、かぼちゃ、日本かぼちゃの苗を植えたりしてるんですが、昨日草刈りした後の、まあ、刈った草を避けてみますと、このようにですね、この辺にごちゃごちゃと、まあ、種が落ちてるわけですね。人間の目で確認して数えようと思ったら、これはこの畑だけでも、まあ、この木にあると梅の木の方を入れて8世ほどなんですが、まあ、無数と言っていいぐらいの種が落ちてるわけなんです。ですから生存しようと思ったら、もう驚くほどの種を落とすものは毎年成長繁茂して種を落としては、また次節、その次節になったら発芽して繁茂するということを繰り返しているということがわかりますね。まあ言うならば生存の名人なんですね。ですから栽培して生き延びていく品種を育成していこうと思ったら、とにかくたくさん種をまいて、たくさんの苗を作って育てて、またたくさんの種を取ったり落としたりしていかないと、こういう土地の草にはなり得ないということですね。イネ科の草の花粉病に私は長らく悩まされてきていますので、まあ、このスズメのカタビラとか、その後に半日陰のところによく繁茂するカモガヤとかですね、そういうのはよく観察してきたんですが、まあ種の数を見ると半端じゃないんですよね。ですから生存し続けるということは、子孫を残すということは、驚くほど多くの種、あるいは球根を増やして残していっているということですね。